皆さん、聞いてください。これね、あのヨメぴーがバレンタインにあげたジェラピケのパジャマ、ハスキーにあげたジェラピケのパジャマ、ちょっと今、片づけようと思って見てたら <laughs>、何これ。るんや <laughs> これ何やばいんだけど、このパジャマ。このもんだころが目にあらんのか。 あ、なに <laughs> 唐辛子ハスキー肛門やんミト肛門ならな、ダサいなハスキー肛門ハスキー肛門って言ったらほんまにハスキーの肛門みたい <laughs> やだはい、肛門見せてあい,いらないいらないいらない目が腐る何やってんの何やってんのじゃないよこっちのセリフだよ何やってんのこれどうなってんのバレンタインにもらって もらった日かその次ぐらいからちょっとこうなってたよ、ね。マジでこれはここ。嘘や。ここそんなことある？だってできないとこんな綺麗にピーってならへんのか。お前が引っ張ったんだろう。ビリ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 って。直しに行こう直しに行こうって思いと日が過ぎ去り。うん。<laughs> 過ぎ去りすぎだよ。二月十四日にもらって。うんう。だからもう,もうだいぶ 2か月ぐらいうん。でもに裂けてるやろこれ。いや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 ハサミはさみでやったんちゃうか。はさみでやったんじゃないのほんとに。ちゃうちゃうちゃう。なんかのドッキリだろ。これやったら嫁ピアどういう反応するかってやつだろ。そう。ひどすぎせっかくあげたのにってるやん自然にこんななのあるガムテープ貼っとくガムテープ貼っとけ。ガムテープこれさ。 中学生のジャージみたい中学生の頃こういうふうにやんなかったちょっと悪ぶるみたいな破ったってことなんかちょっと切ったりしてなかった感電してうなんそれ田舎だけちゃうのあそうそうかでもほんまたラたラたラタラなるからさこうやってまくってる今着てみて使うこういう状態になるええおばあちゃんが料理する時の腕まくりみたいなこっちはこっちは普通なんでしょちょっと着てみてよ この上でいいその上に切んのいいけど結構エルやからな切れんねんなでかいしなに自分はちょっと細いアピールしてんのブクブク太ってますあうるせえてでーんなんなんそれ全然なんにもな <laughs> い,い,い。こんな感じでね ちょっと腕見して。なんか。ちょっと避けすぎやん。こうやる。あもうあじゃあそうやって着てね。ちゃんと大事に着てね。これからも。いやあのこれ新しい使った。では？<laughs> <laughs> は？<laughs> でこれ新しいやつ。可愛いらしいけどこれメンズやししかもちゃんと。なんか可愛いの買ってる。ちょっと待って待って待って。何？ジェラピケア。 自分でそんないいのかって <laughs> いやいやこれだからジェラピギーもらったものの、うん、やっぱついになるものってちゃんとついっていうかできるじのを代わりじゃないよヨメビーが買ってあげたのにありがたいけどねえっ何それあんまりあーじゃあこれもらったいや,いやこれもらうのは嫌だななんか避けてんのは嫌だなああの毛布みたいに使えると思う <laughs> 毛布じゃないよパジャマだよ <laughs> えぇ、ー、ずる。これもらうだろ。あかんせめて同じの買ってよっていうか。で、バレないようにしとけよ。ちゃんと読めビーからもらったやつ、来てるぜ、たたみたいな。ギラピケって結構ある。周期早いね。えぇ、ー。メニューが変わる。こっちの方がなんかしかもかわいいかも。これもらうだろ。どちら方がかわいいやろそれをプレゼントもらった人が言っちゃうけない。<laughs> ヨービーの時はこんな可愛いのなかった。なこの苔色よりは。苔色よりは。あんなに喜んでたのに、<laughs> バレンタインの動画の時に。え、喜んでるよ。喜んでるよ。今も別に。あ、似合ってる、それ。あ、じゃ、これヨービーが着るや。ダメやで。これももらったら。いやあかんよ。まあ、なんかいらないけど、これは。おい、だめ。めっちゃ効かないみたいにやってるやん。もう2ヶ月着古したやつやからな。この新しいの着よう。いや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 。俺の汗は香水やから。 スキーは歩くうんこスプレーと呼ばれている <laughs> 最悪な言いようやん <laughs> 歩,く歩くうんこスプレー <laughs> 歩かないで止まっといてって感じ <laughs> そこには絶対近づかないえ何してんのそれ何で二重のパジャマ二枚重ねブランケットみたいに見えるででかすぎて、うん、羽織ってるみたいなブランケットとしてこれ使うねじゃあいらないんでしょだっているよ こんなにすいやいずれ直すだからそれが脇ぐらいまで来たら直す <laughs> 直せないだろ <laughs> えええー、でもきれいに避けてるからさ多分、うん、直すんのは多分簡単なんじゃないのあんまりわからへんけど直せんのこれ裁縫セット持ってきたら俺が直してるわやってみろあ裁縫できんのかできるよできんのか波縫いとか祭り縫いとかかがり縫いとかとか <laughs> 出せよ、もっとあの祭り縫いとかさっき言ったやん、それ波縫いとか言った祭り縫いとか言ったなんか半分だけ返すみたいななんか返し縫い、半返し縫いみたいなあったよね覚えてない覚えてない家庭科をサボってたタイプやなえ、でもやってたで俺、家庭科調理実習とかちゃんと食べてた食べるだけ 誰かが作ったのを食べてる味味役何の役にも立たんや女子に任してた最悪だでも材料ちゃんと持ってきた最悪卵女子に作って卵卵、えそういうスタイルだったの？家から材料持ってくるスタイル買ってくるその場でちゃうよそれに向けてうん。それに向けてその刃の中で分担してあんたとあんたはこれ持ってきてくださいこれ持ってきてくださいみたいな うん、え、学校でも、なんか用意されてなかった。そいつの。あ、京都は田舎の学校やしな。ちゃうわ。ないよなぜか。そんなに予算おりへんね。そんなに、予算。かけておらけちゃうね。もっといろいろかけるとこあるからさ。青森余ってんやろ。他に金かけ、<laughs> 金かけるとこがない。って余ってないよ。ない <laughs> ってんの。<laughs> とても。素晴らしい。学校。でした。<laughs> これ何?。結局。サブチャンネル、どうせ。これを怒りの。 動動画画怒りの動画もっと咲いててやるっていう動画ビビビビビビビ,ビえ、いいよ別にいいよ、別にって言わないでよでほんまにヨメピーがそれやってヨメピーからもらったプレジントだからいいダメだよって言ってよ <laughs> めんどくさい女のタイプ1追いかけてきてよみたいないやそりゃそうだよ追いかけてこいよいやな逃げてんだから追いかけろよ <laughs>

え、それでは磨かんよ最悪やな磨かんよわれあ腹痛いちょっと待ってな腹痛すぎて今全然喋れへんわ喋るなトイレ行こうか迷ってるあハスキー肛門が本気を出す <laughs> やめて歩くうんこスプレーになるってことだないやいやいや便器に留まるうんこスプレーよ出てこないでもんで着てんのってかおるねんうん <laughs> これ近い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 ドアップになるだろう。ハスキーの肛門取ったハスキーの肛門取ったハスキーの肛門うん違う違う、ハスキーの肛門じゃないハスキーの肛門取った門所やからなそれは肛門は俺やからえええハスキーの肛門取ったこの門所が目に入らなかったのさ、門所やって肛門は俺やってえ俺は肛門や だう <laughs> 違うその肛門じゃない私、肛門と結婚してたなん <laughs> で喜んでるの <laughs> 私、肛門っていや…嬉しくない全然嬉しくない <laughs>